過去に作成した上腕骨外側上下炎のストレッチのリメイク版をお届けします。実際にはテニスをしてない人にも多く発症します。この腱の部分に細かい損傷を起こしたり炎症を起こしたりして痛みが出るのが上腕骨外側上下炎です。はい、こんにちは、バーチャル院長です。今回は過去に作成した上腕骨外側上下炎のストレッチのリメイク版をお届けします。外側上下炎、別名テニス肘とも呼ばれます。これはテニスのバックハンドストロークの動作を繰り返していて肘の外側が痛くなることからそう呼ばれますが、実際にはテニスをしてない人にも多く発症します。原因となるのは3つの筋肉、手首を反らすような動作をする超等速手根伸筋、短等速手根伸筋と指を伸ばすときに働く総指伸筋です。筋肉が骨にくっつくところを腱と言いますが、この腱の部分に細かい損傷を起こしたり炎症を起こしたりして痛みが出るのが上腕骨外側上下炎です。ちなみに上腕骨外側上下とはこの3つの筋肉がくっつく上腕骨の場所のことです。外側上下炎になってしまう原因は大きく2つ。1つは腱そのものが年齢とともに劣化して傷つきやすくなること。もう1つは傷ついた腱が回復する力が衰えてしまうことです。使う負担とそれを治す自己修復力のバランスで方向が決まります。自己修復力が上回れば腱は修復に向かい痛みが軽減します。外側上下炎の痛みを軽減するのに最も重要なことの一つがストレッチです。筋肉そのものの柔軟性を高めることによって腱にかかる負担を減らすのが目的です。今回は2つのストレッチをご紹介します。一つは手首のストレッチ、もう一つは痛みが強い時に行うストレッチです。ぜひ毎日繰り返してやってみてください。それでは始まります。ストレッチする側の腕を手の甲を上にした状態で上に伸ばしていきます。反対の手で手の甲をつかみゆっくり手首を手前に曲げていきます。反対の手で手の指をつかみ、ゆっくり手前に曲げていきます。2つの動作とも手前に曲げる前に肘を外側にねじってから実施すると効果が高まります。
先ほどのストレッチでは痛みが出る場合、反対の親指で腕を押さえ、壁や床に手の甲をゆっくり押し付けていくことでストレッチをします。親指を順番に手首から肘の方へ進めていきます。1箇所10秒で3から4回で押さえている親指が肘に近づくようにストレッチしていきます。親指で押さえる位置は、手の甲側の手首真ん中と肘の外側を結んだ線上です。押さえた側の先の方が伸びますので、痛みを軽減してストレッチすることが可能です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はリメイクということで、過去に紹介したストレッチ動画を再編成しました。外側上回についてはこれ以外にもテーピング方法や尺足グリップ、日常生活動作の注意と工夫などをまとめた動画を作成しています。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。モリックチャンネルでは今後もリハビリ動画を作成していきます。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。